スピーディー斉藤のトライアングルアームホールド。勇気出ない。そもそもスピーディーなんとかいう並盛りラーメン食べるのが苦しくて瞳孔ガン開きになっちまうあんなじじいに興味ねえや。ダサ。はい、どうもカオスマイスターと申します。本日はですね、飯田橋駅から徒歩4分23秒にあります、カオスマイスターのつけ麺の原点とも言うべき店、こちらドン中華そば青葉さんにやってきました。全然まだ見えねえな、全然看板が見えねえわ。はい、こちらドン中華そば青葉さん。いやー、久々ですね。私辺境の地の茨城県とかいうクソど田舎から東京に引っ越してきた時に、ほんとこちらのね、職場から近かった店、お世話になりましたね。青葉さん、中華そば青葉中野本店ということでね、こちら飯田橋ですけど、ほんとね、青葉のねつけ麺とか中華そば食べたことあんのかなって思いますよね。桃すみ黒さんとか三つ秋ひとり飯さんとか、ほんとね、結局いろんなつけ麺、大正軒のつけ麺とか、この中華そばの青葉さんのつけ麺を食べて、そっからつけ麺ハンターカオスマイスターっていう称号を得たんですけど、万来のチャーシューザルが最強だっていう、そのたどり着いたその答えのきっかけになった店がこちらなんですよね。青葉さんのグレイシーハンター桜庭かずし、寝技ワールド品川ハンターハブキトーマスターことヒロキさん、そしてつけ麺ハンターカオスマイスター。このチャーシューがめちゃくちゃうまいんですよ。小ぶりですけどね、ほんとね、しっかりと丁寧に作り込まれて、もうね、ほんとめちゃくちゃうまいです。もう東京に上京してきたばっかりの時ね、週一でこれ食べてたんですよね。ほんと角川ビルで働いてたんで、ほんとね、もう思い出の味ですよ。ゴールデンウィークだからこれいつもめちゃくちゃ並んでるんですよね、大正軒とこの青葉さんは。だけどゴールデンウィークは逆に狙い目で、まあ狙い目って言っても混むのやだんだ、やだんで16時19分っていう中途半端な時間に行ったんですけど、空いてました。店内にね4人ぐらいしかいなかったですね、自分含めて。うん、変な女子高生3人組と変なカップルがいただけですね。5人じゃねえかよって感じですけど、うん、ほんとこれはほんとうまい。で、味玉がね、ほんとに俺好みの塩分結構きつめで、なんだろう、ちょい固茹での半熟なんですよ。完全に固茹でじゃなくて、完全にとろとろすぎる半熟でもない、ちょい固茹での半熟。そして味玉の塩分がすごく結構きつめで、でもそれがその出汁感が強いこのスープにマッチしてて、チャーシューと味玉はその分味濃いめなんですよ。塩分きつめなんですよ。でこのシャクシャクのメンマね、これがほんとうまい。でこのシャクシャクのメンマっていうワードを出すと、ハプキトーマスターがなんか某 SNS でシャク由美子の画像を貼り出すんですよね。それはちょっとやめてほしいんですよ、ほんとマジ。笑いちょっとツボになっちゃって、まあそんなことはさておき、本当にこれはね、一言で言うならね、ガマゴーリのセブンイヤーズオールドチョークっていうような味ですね。本当にうまいです。万来のチャーシューザルがパワー系のつけ麺だったら、これはもう本当キレと技のね、今味玉食べたらグッてグーサイン、サンズアップサイン出しましたね。これなんですよ、本当にこの塩分のその高さ、この味玉が本当にね、俺のね、いろんなラーメン屋行って食べた味玉の中で一番ですね。もう塩分が結構塩味っていうか塩味が強くて、嫌いな人はいるかもしれないですけど、俺はもうしょっぱいのが大好きなんで、この味玉めちゃくちゃうまいです。これもう8個ぐらい食ったらもう血圧15ぐらい上がるんじゃないかなっていうぐらいしょっぱいんですよ。それがその出汁が強いこのスープにマッチして、でこれ魔法の粉の胡椒、塩胡椒なんですけど、これ黒胡椒じゃなくて白胡椒のスパイスなんですよ。唐揚げスパイスみたいな感じ。これがまたねうまくてね、このつけ麺を引き立たしてくれるんですよね。こうクッとこう味を締めてくれるというか、これはうまいですよ。このチャーシューめちゃくちゃうまくて、
あと18枚ぐらい食いたいですね。27枚ぐらい食べたいですよ、このチャーシュー。ほんとこれがうまい。もうね、桃すみ黒さんとか三崎ひとりめさん、ここ食べたことあんのかなっていう感じですよね。うん、シェリー少女くたばれ。温度差による換気力は室内外空気の密度差に比例して増加する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 。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。風力による換気力は風圧係数に比例して増加する。風力による換気力は外部風速の2乗に比例して増加する。自然換気の換気量は外部風速に比例する。自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する。自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する。自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する。自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は
外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。自然換気の換気量は外部風速に比例する自然換気の換気量は開口部の風圧係数差の平方根に比例する。ひろきさんはスーパーパワートレーニングやってんのかなって。